どうも、手越周也です、無事に緊急生配信終わりました、この手越周也緊急生配信ご覧になってくださった方々本当にありがとうございます。というわけでね、まあ、ちょっとアーカイブは残らないんですけども、まあ、この動画ではですね、なんとなくどんな感じでトークしてたかっていうのを皆さんご紹介できるようにしたいと思いますので、まあ、簡単に言うと、まあ、改めて、アーティスト活動、アーティスト手越優也として、どんな風に今後進んでいくか、そしてどんなことが皆さんに待っているのか、そしていろんなイベントの出演だったりとか番組が始まるっていうことを、発表させていただきました。はい。で、まあ、このね、手越優也チャンネル、もう約1年、経ちまして、本当に記者会見からたくさんの方に愛してくださる、チャンネル、になって、本当にこの1年間まだ全然 YouTube の右も左もわからない時から、支えてくださったのは、動画を見てくださっている方だったりチャンネル登録をしてくださっている方のおかげなので、本当に改めて感謝させてください。本当にありがとうございます。で、今後なんですけど、まあ、僕ね、本当にこの1年間今までの3年分ぐらいの仕事量をやってきたんですよ。でも、まあ、その中でいろいろね、いろんな活動させてもらったりとか、この手越しはチャンネルの動画もだいたい月水金で週3本平均的に上げさせてもらったんですけど、そのアーティスト活動をめちゃくちゃこの6月から下半期びっちりなんですよ。で、なのでちょっと今までぐらいのこの週3のペースではちょっと動画のアップがちょっと厳しくなりそうで、ただ、もちろん例えば音楽の、僕の一番大事にしてる音楽のことだったりとか、あと本当に今までやってきたようなくだらない内容だったりドッキリだったり細いドッキリだったりいろんなねことやってきましたけど、それを楽しみにしてくださってる皆さんも多分いらっしゃると思いますので、まあ、ちょっと不定期とかにはなっちゃったりとかすると思うんですけど、一本一本動画に愛情を込めて撮影して、みんなに本当にこう笑顔とね笑いを届けられるような、そんな、動画も今後もねもちろん作っていきますので、そちらの方も楽しみにしていただきたいですし、僕のその音楽部分でのいろんな発表だったりとか、見てほしい部分っていうのも歌ってみた動画とかね踊ってみた動画とかも含めて続けていきますので、ぜひね、このチャンネル今後もですね、愛し続けてほしいなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけでね、まあいろいろまたまだこの緊急生配信では発表してないことも正直たくさんあるので、またそれは折を見て発表をしていきたいと思いますので、そういうの発表の時には僕の SNS だったりこの手越しわチャンネルだったり発表すると思いますので、そちらの方もねぜひ楽しみにしておいてほしいなと思います。よろしくお願いします。ではどんな感じで緊急生配信やっていたのか動画まとめましたのでご覧ください。どうぞ。本番本番すぐですよ、もうちょっと。もう8分前だね。あら。どうですか、心境は。なんか、いや、楽しみしかないけど、感慨深いね。あれから1年って考えるとね。1年前と同じルーティンしてるしね。俺、生配信前に、トレーニングするっていう、同じルーティンしてるからね。今日はトレーニングの後に取材させていただいてから、生配信だけど。去年のこの日も。去年はジムからまんま会見場に行きましたね。周りすごいピリついてんのに俺だけすごいワクワクするっていう、すごい。でね、当初40分の予定が2時間喋るっていう。そうね。すごい。1時間で終わるって聞いてみたらまだやってて、そっから1時間やってるから。ありましたね。あれ1年前か。ね。これ YouTube？ YouTube でちょっと。来たいいね。まあ5400人しか登録者数がないんですよ。あ、そうなんですね。あやかりたいと思いますので、ぜひご覧の皆さんもね、ちょっとこうなんか、ろくなまだ更新してないですけど、僕の場合は。でもあれですね、ラジアンリミテッドにゲスト来てほしいな、手越しもこれを、もう23年目なんですけど、僕のラジオ番組も、ぜひぜひ遊びに来ていただければ、いつでも OK でございますから、今もういい時代になりましたので、全部リモートで OK なんで、スタジオまでお越しいただくても結構という、ね、どうぞご自宅から。すごい、素晴らしい。素晴らしい。深夜の1時から朝5時なんでね、その方が多分事務所の方も楽だっていうね、気づいちゃったら楽ですね。そう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 、付き添わなくていい。ぜひ来ていただきたい。お待ちしております。本日もよろしくお願いします。そうね、今日僕でも実はね、仕事で絡むの初めてなんですよ。今もだからちょっと SNS 見てるんですけど、なんで山田だってみんななってるんで、ハテナハテナだらけでしょうね。僕もそう思ってますけど。
オッケー、はい、オッケー、オッケー、お願いします。よし、大丈夫です。行ってきます。いらっしゃい、楽しんで。リース、4、3、さあ始まりました。アーティスト手越祐也本格始動緊急生配信ということで、今回この重大な発表の司会進行を務めさせていただきます。普段はラジオの DJ をやっております山田久志です。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。さあそしてこの方、お待たせ。どうも皆さんこんばんは、手越祐也です。よろしくお願いします。来た。台本上に初めましてってなってたんで、はいはいはい、何気に言いましたけど、はい、初めてじゃないです。え、めちゃめちゃニアピンが多かったんですよね。もうね、この距離でむちゃくちゃ合ってます。はいはいはい、いろんなところで。でもこうやってお仕事というか、あの、お話するのは初めてじゃないですか。そうなんですよ。ね、そうですよね。2003年です。2003年？今日ね、証拠も持ってきました。僕。え、ごめん、何？これ今事務所にも言ってないんですけど。怖い怖い怖い。何？僕。え、2003年？手越さん、実は仕事もしてて、サインももらってます。は？絶対覚えてない。多分ファンの方もこれはこれもでも見たら思い出す。え？え、マジで？でしょ？直筆でしょ？いや直筆です、ね。だ僕あれだから、あれの司会。あ、マジか。っていう。マジっすか？ということで、あとは皆さん想像していただいてね。あ、2003年のこの字、もう初々しい手越くんの字。っていうことで、確かに人数も多いし、人数も ね、なるほど、人数多いね、なるほど、みんなみんないた。まあでも本当に誰もの原点、僕の原点でもあります。でしょ、はい、この時があったから今がありますので、だからこれがあって今が、うわすごい、そうなの、そうなの、それやっと会えた、うわそうなの、これはびっくり。でしょ、よくありましたね。あげないよ、あげないからね、これ宝物だから、これよく取っといてくれましたね。そうでしょ。さあ本日6月23、もうね、ファンの皆さんもちろん忘れることはないと思いますが、手越さんが独立を発表してからちょうどこれで1年、はい、1年前なんですね、あれが。記者会見をさせていただいたのが確かに僕ら衝撃的でしたよ。もう一番って言ったら、はい、まあ、もう当然グループからソロに転身してっていうことなんで、はい、ここは一番変わったと思うんですけど、はい、もうなんとなく慣れてはきたんですか、これ。あの、もちろん慣れてきましたし、あれですけど、その後のなんか YouTube のこの手越しやチャンネルの動画とかでも言ってると思うんですけど、はい、本当にあの、何もこうめちゃめちゃ準備してもちろん辞めたわけじゃないから、辞めた当初俺と今のマネージャー2人しかいなかったんですよ、はい、本当に。はい、でそれで急遽、まあ、ファンクラブはこのチームがやってくれて、会見の時はこのチームが手伝ってくれてってやってくれましたけど、はい、ちゃんとした僕の会社だったりは2人しかいなかったんで、うわ、やっとなんかこの1年間で、今僕も音楽チームだったりとか、はい、今日もちろんこの音楽の話なんですけど、ね、はい、たくさん大切な仲間がこの1年間でできて、ようもこの1年間で僕の周りにこんな素敵なメンバーが集まってくれたなっていうメンバーが今いてくれてるので、はい、あの時とは全然状況違いますね。ね、ちょっと嬉しいですね。嬉しいですね、本当に。まあ、本日はね、ニュー手越ということで、この誕生法に宣言するということなので、はい、改めてお願いします。はい、はい、改めてなんですけども、私手越祐也をですね、本日6月23日をもって、うん、アーティスト活動を本格始動します。よいしょ、きた、はい、やったー、あざー、言えた、一番大好きな活動やったやりましたよ、はい。じゃあまずなぜ、じゃあこのタイミングでアーティスト活動を本格始動するということで、はい、まあ、僕は去年 の、 あの記者会見でもお伝えした通り、はい、まあ、急遽、うん、あのお世話になった事務所を離れる、まあね、ということが決まったので、うんうん、もちろん下準備なんてめちゃくちゃしてたわけじゃなくて、はい、本当はね、なんかこう早めに決まってれば曲も、うん、用意しといて、ね、まあ、あの退所してから本当1ヶ月後ぐらいにニューシングルとか音楽活動を届けるっていうのは理想だと思うんですけど、僕急遽だったので、はい、僕も昔から自分のスタイルなんですけど、うん、生半可な状態で出したり急いで何かを作って世に出すっていうのが嫌なんですよ、とにかく。そこだとちょっと中途半端になっちゃうのは嫌だと、はい、もうライブとかもなんかステージに出るのがちょっと心配で、出るぐらいだったら やんない方がいいじゃんぐらい思うんですよ、はあはあ、やっぱりそこにはみんなの期待もあるし、うん、お金を払ってライブに来てくださったり、はい、お金を払って曲を聴いてくださる方がやっぱたくさんいるものを、中途半端な、そうか、自分が100点満点出せないものを出すっていうのが嫌なんですよ、うんうん、っていうので、まあ、音楽チームが最初いなかったっていうのも含めて、はい、いろんなチーム集めだったりとか楽曲も含めていろんな出会いを音楽を追求していったら、うん、まあ、このちょうど1年経ったタイミング
で音楽のチームもしかりなんかいろんなものが全て固まってそうかもう満を持してこれだったら皆さんにお届けできる、うん、でその先の音楽の活動ももう本当に結構先までもう決まっていてそれをまあ今日はあの発表もしかりですし、はい、今日はあの朝いろんなあの媒体さんから発表もさせていただいたんですけど、うんうんうん、それを満を持してやっとここでレディーの状態ができたっていうので、はい、このタイミングにということだったんですね、はい、なりました。でもこうなるとですよ今見てる方の心配としては、はい、いやちょっとアーティストとかになっちゃうとねとまたこう少し距離出ちゃって YouTube はどうすんのみたいな来てるんですよ。なるほどなるほどなるほど。そうですよ。はいはいはい。継続できそうですかこれ。まだこれもちょっとまだ言えないんですけどすっごいいろいろ決まって走ってる内容があるんですよ。なのでより手越し上チャンネルがバラエティに富んだ、はい、あのいろんなパート分けされていくと思います。うーん、あそういうことですね、はい、ジャンルがねこうなっていくとまた、はい、ははもう1個のチャンネルではできないぐらいの量のものが控えててもう危ない言いそうになってるからもう危ないの、はい、言いたいんだけど、うん、みたいな、ね、各自解禁があるからそうです、ね、待ってて待っててそうそう、ね、すいませんね。そういうことだからそう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 改めて、ま、最も重要なことから発表します、はい、それはこちら7月7日第1弾シングルシナモンリリース決定。ありがとうございます、これを僕に言わせてくれないんだもん。ごめんなさい本当に先に言っちゃったもん。すいません七夕ですいません、ね、先言っちゃうからさらにそこからここは言ってないです。6ヶ月連続の配信シングルリリース決定。はい、まず第1弾のこの話から、はい、シナモンのリリースは七夕の7月7日に、はい、決定ということになりました、はい、このじゃあリリースの経緯などもぜひ、はい、あのまあ、僕を昔から応援してくださってる方とか多分、うん、あのご存知だと思うんですけども、はい、きっと、まあ、今まで通りのこうゴリゴリのダンスナンバーチューンで来るのかとか、ね、いややっぱ手越君といえばロック好きだから、うん、ロックで来るのかみたいないろんな予想があったと思うんですけど、うん、やっぱりあの僕のなんだろうな歌の原点シンプルイズベストじゃないですけど、はい、やっぱ歌で、情景だったり景色だったり歌詞を伝えるっていうところとこの今の、それこそいろんな今 SNS でいろいろこう、まあ、拡散されたりとか、はい、いろんな人が SNS からこう情報をゲットすると思うんですけど、まあ、そういうものに映えそうだったり、はい、乗ってたらすごいアイマッチしそうだったりとか、はい、いろんなことを考えた結果、このシナモンと、はいいう楽曲になりまして、うん、あの僕人生で初めて2回レコーディングしたんですよ。お、はい、この曲も本当にそうなんですよ。ってことはなんか自分のテイク1回聞いて1回レコーディングしてもちろんハモとかコーラスも全部撮って、ねはい、まあ移動しながらあの結構こう外の景色見ながら僕曲とか聴くの好きなので、はいはいはい、チェックで何回も聞いたんですけど、うん、もっといいシナモンが歌えるなっていうので、はい、もう一からリレコーディングさせてくれっていうふうにお願いして、もう1回やりたいと、はい、はぐらいやっぱ自分自身やっぱりアーティストこだわり抜いてきたアーティスト活動のやっぱ第1弾 の、はい、あのデジタルシングルっていうのは僕としてもやっぱり欠けてるものがあるので、はいうんうん、そのぐらいこの1年間なかなか僕のオリジナルシングルが聴きたいって待ってくださった方に届く作品はやっぱ本当にさっきの話なんですけど生半可のものは届けたくなくて誰もが納得いくものっていうので、はい、あの結構僕の中ではすごくもう全力投球してはい、作り上げた楽曲でございます。さらにですファーストデジタルシングルのブックレットの発売も決定しております。そうなんですよ、ありがとうございます。これは何どういうのこれはあの、うん、まあきっかけは僕の一言からなんですけどこれも、うんうん、あのデジタルシングルって、うんまあ、もちろん今の時代結構本当にいろんなさまざまなところからダウンロードができたりとか、はい、あの無料で聴けたりとかあるじゃないですか、うんうん、ただこれはどっちかというと本当に僕を今まで応援してくださったファンに対してしてあげたいなと思ったのが、うんうんうん、今までの僕の発売形態って CD が多かったわけですよ、まあ、そうですよね、そしたらみんなやっぱり家に持って帰って何なら2枚とか買って1個保存用にしたり1個は聴く用にしたりとかやっぱこの、 あの CD のジャケ写とかってやっぱみんなすごい大事に歴代の保管してくださってると思うんですよ。なんで、まあ、もしかしたら今の時代的にはデジタルのみっていうのは主流なのかもしれないんですけど、はいうん、何かそのジャケ写に代わるみんながこう家に何か保存できるものっていうものをなんか一個作ってあげたいんだよねっていうところから、うん、だったらシナモンのブックレット作ってあげてみんながこういつも見れて飾って家のどっかに飾ったりとかできるものを作りたいなっていうところからみんながあそれいいねって動いてくれて
実現しました、うん、さあそしてこの7月3日から今度は4日にかけた24時間で TikTok ライブに出演して生バンドで新曲シナモンも披露するそうでございます。イエーイ、そうでございます。これもちょっとドキドキじゃないですか。ドキドキっす ね、 ね、はい、生バンドとなるとまた雰囲気変わりますからね、はい、やっぱもう、はい、僕自身もずっと生バンドでもやってきてたんですけど、うん、やっぱりその場で作る、はい、音の独特の雰囲気、ね、またカラオケとは違う雰囲気ってもあるし、はい、お互いがお互いの音を感じ取りながらこう、はい、寄っていくみたいなっていうものもありますし、ね、見てくれる人にとっても今ねこうやってほらライブを生で見れないから、はい、まさにね、はい、ここで同じ時間つながってという、はい、楽しみに待っててもらいたいですね、はい、本結構大注目の楽曲シナモン以外も歌うの で、 うで、ね、はい、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。はい、こちらは7月の3日土曜日18時から番組スタートです、はい、お楽しみにしててください。お願いします。まだありますよ、テコさん、はい、7月から音楽専門チャンネルスペースシャワー TV プラスにて自身がメインパーソナリティの音楽番組、はい、スペプラテゴシが月1レギュラー番組としてスタートします、はい、イエーイ。ちょっともうね実は僕もな、はい、だいぶ前ですけどスペシャルで MC やってたんですよ。これそうですよね、そうなんですよ、だから番組やるっていうから、はい、司会が必要だなと思ったら司会じゃないですか。そうなんですよ。やることないじゃないですか。 MC なんです。そうなんですよ。何やるんですかこれ。いや、本当にずっとやりたかった、はい、番組の内容なんですけど、はい、ゲストのアーティストの方を招いてトークをして、うん、しかもセッション、うわ、ライブやるんですよ。もうずっと俺こういう番組やりたかったんです。絶対楽しい。でまだちょっと発表できないですけど、うん、第1回のゲストの方も超ワクワクするゲストで言わないで、本当に言わないで。いやーこれねもう本当に音楽対音楽です。間違いない。超アーティストっすったからもう、オーケーテイとかやってる俺じゃなくてマジのアーティストの俺。うわ楽しい。でも本当にずっとここね 5,6 年いってたんです。こういう番組を本当にやりたいって。また夢叶いましたね。したらはい、そうなんです、ペプラ手越しでできるんで。皆さんこれはね楽しみで。7月の17日が初回です、はい、毎月第3土曜日10時からということで、はい、夜の10時ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。さらにでございます、さらにさらにさらにこれ、はい、12月です。もう年末、はい、22日には、はい、ファーストソロアルバムをリリースして、はい、来年の2022年の1月からは全国ツアーの開催決定。ありがとうございます。もうこれ情報がすごい。そうなんですよ、ものすごい渋滞してる。渋滞してるでしょ。これでもまだ全然出し切ってないこれまた2時間になっちゃうこの番組。そう、また2時間になっちゃう、ね、今日は手越優也のモーニングルーティン動画です。イエーイって手のを見て、あ、なんか手越には楽しそうだなって思ってくれたらいいなと思ってます。僕の魅力にだらけるびっくりした。間違いなくわかったと思いますよ。空気は、はい、ビンビンビコビンな感じだと思います。わかりました、わかりました。ちょ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 待って。そうなるよ、当たり後ろ最後せめて食べ物じゃないですか。はい、どうぞです。よろしくお願いします。ちょっとだけじゃねえ。はい、やった手越しチャンネル、やっぱりやりやがった。なんかおめでとうございます。なんて思いますね。どうですか。本当ですか。本当僕そうもあるか。からあ、まあ、よく知ってもらってるのヒカキンさんとかで。いや知ってもらったもんないよ。なんだこれ。俺が連れて行くわ。あ、本当。うわあ。ピッタワヨシジヤです。だからお眠っちゃった。給料ダダ落ちしてんのに。何食ったやつかい。